詣ドキドキしますね。違う神様のところへ行くという行為がなんとも背徳的。とても温まりますね。少しフラフラしてますね、ビーネさん。はい、休み明けにまたお会いしましょう。どれも面白そうじゃないですね。ありがとう。何ですか？自分で脱ぐから大丈夫ですよ。ダギなど確保されたくないので退出してください。通報しますよ。失礼します。校長先生、光、鬱陶しいです。はい、ありがとうございます。ドーナツ食べたいなって。近くにドーナツ屋さんありましたよね。行ってみます。スクワットでもしますか？ですよね。そうですか。これは感動ですね。でもサターニャさんの携帯を位置情報サービスに登録しておいたんです。これで日々の楽しみが増えます。悪魔って誰のことですか？タプちゃん。タコパはたこ焼きパーティーの略ですよ。チーズやお餅を入れても美味しいんですよ。ガブちゃんがあのサターニャさんにすがりつくほど追い詰められるなんて。まあ現実とゲーム、どちらの世界が上等かは甲乙つけがたいですが、心にもないことを言わねばならない両親の呵責と友情の板挟みで、実に味わい深い顔です、ビーネさん。こんなこともあろうかと猿器とロープもここに。一部の隙もない見事な土下座です。白いものが黒く染め上げられる光景ってゾクゾクしますよね。例えば昨日サターニャさんはあら、何のことでしょう。今度は友情に訴えてきました。今の可愛らしい悲鳴って、もしガブちゃんが留年したら、これはこれで素敵ですね。